こんばんは、今ゼロワン色。どうもこんばんは。イベント最終日がやってきました。前日に復縁をしてしまいました。そして、みんなを騙してしまいました。まあそれでもですね、こう積み上げてきたものがありますから、まあ最終日ちょっと頑張っていきたいと思います。投げ師は消えた。まあ投げてくれる人はいるか分かりませんが、まあアイテムが飛ばなかったとしてもちょっと4時間やっていきたいと思います。誰と復縁？ゆまるちゃんと復縁します。復縁おめでとう、ありがとうございます。あ、チロスありがとうございます。皆さんチロスよかったら投げてください。今ですね、まだ1位なんですけど、ちょっと2位が1日中やってて、ちょっとすごく追い上げてきてます。もうこのままだと追い抜かれてしまう。ナイスはどうするん？まあナイスも押してくれたら嬉しいですけど、ナイスもよかったら押してください。ナイスはゼロワンに押す、ありがとう。嘘はいつかバレるからね。はい、もう正直に何でも言います。ありがとうございます。ここいつから何がゼロは負けるな。楽しい配信待ってる。あ、ありがとうございます。匿名さん、今日はですね、まあちょっとイベント放送になりますが、ちょっとイベント集中してね、ナンバーワン目指して頑張ります。あ、ありがとうございます。ニコありがとう、ありがとうね、匿名さん。ありがとうございます。でね、2位の人は仲良くやってますが、僕は一人でやることにしました。一人で頑張ろうかなと。女は家にいます。はい、あ、ともっち、ありがとうね、急行。ありがとうございます、ともっちさん。あ、大将さん、ありがとうございます、1個。ありがとう。正直、あ、ここありがとうございます。いろんなリスナーさんから連絡が来て、ちょっと元気がないです。元気がありません。まあ、怒られたというか、さよならみたいな。なんで怒るん？あの、復縁したことに怒ってるんじゃなくて、あの、嘘をつかれたこと、騙されたことに多分怒ってますね。復縁したのはそれは仕方ないんだけど、なんで正直に言ってくれなかったんだっていう、それを隠そうとしたこと。あ、ありがとうございます。で、俺もちょっとプライベートを言わずにやっていこうと思って、あの、隠そうと思ったんだけど、はい、もう正直今もう彼女いませんって言いたい。もう配信で言いたくないって思ってる、正直ね。もう言いたくないんだ、プライベートのことまで、恋愛のことまでね、正直。うん、あの、プライベートがないのがちょっと、俺もやっぱプライベートが欲しいから。誰と付き合おうがいいと。あ、ありがとうございます。10個すいません、騙しちゃって。バレるような嘘をついてすいません。アーヤン、キモいね、ブロックね。言わないことと嘘つくこと。ああ、なるほどね。うん、なるほど。じゃ、言わないようにする。じゃあそうしてみるわ。うん、何も言わないようにしてみる。誰と復縁した？言いません。お腹の具合、正直昨日も悪かったんだよ。あ、はーちゃん、ありがとう。うん、喋ったら。でも俺は言わないようにしようかなって。はーちゃん、ありがとうね、子さんの人。なんで言わないのって当たり前でしょ。うちのリスナーっておかしいんだから、昨日やったのかとか言って、うん、やった、昨日はバックで最後フィニッシュしたとか言いたくないよ。あれもこれも1から10まで知りたがるリスナーが多いのに、
言いたくないよ、俺だって。なんで何もかも言わなきゃいけないの？隠したいことだっていっぱいあるよ。隠したいことだって。言いたくないって。だから隠したんだよ。相手にも失礼だし。配信者でも言いたくないことあるから。プライベートだって欲しいよ。なんで言わなきゃいけないの？必要、ありがとうございます、10個。プライベートすらくれないんだって。家にいたらルームツアーとかね。風呂場まで見せろとか、トイレの中にいるとか、あ、配信頑張ってねって、ありがとう。ありがとうございます。今まではプライベートもネタにしてきたけど、今はもう、それは間違ってるんじゃないかなって思ってる。あ、ともちゃんありがとうございます、10個。ありがとう。あ、チュロスもありがとうね。配信者仕方ない？いや、まあ、言わなくても、あれなんで。ゼロリスバカバカに、はい、ブロックします。ちょっとブロック入れるんでね。僕のことはいいですけど。うん、プライベートはさらさなくていいのに、俺が、嘘をついたのがダメだったなって。言いたくないって言っときゃよかったなって思う。ってことです。こうちゃん来たお？ミミちゃん、ツイッターで、俺専用のアカウントもう使わないって言ってなかった？来てくれたの？ミミちゃん。ミミちゃん、ごめんね。傷ついたんだ。そうやって言われて。今はとりあえず1位で終わりたいね。まあ、そうなんですけど。見てるよ、全部。ツイッターは。かわいいし。誰にだって言いたいこと？まあ。顔見たら、わかる？幸せだって。幸せそう？幸せそうに見える？なんだか見えない？それはいろんな思うことがあるんですよ。こんばんは。自転車も嘘じゃん？あれは一人企画だったからもうこういう状態になったらできないでしょ。いい加減にしてよ。自転車って今日はチャリ旅するって言ってたんだけど、あの後に暴露があってこんな状態になったからもうさすがにちょっと厳しいでしょ。ちょっとイベントやらせてよ。かっこいいぞって。のび太も大丈夫？頭。いつもキラコメしか打たないけど。たまにはディスってよ。あ、カオリン、お疲れ様。ライチマルちゃんも。もうすぐ抜かれる？あんだけ偉そうに言ってたのにね。頑張って。ありがとうございます。あ、ありがとうね。ありがとう。彼女に配信やめさせたら？いや、彼女も、イベント中だからね。最終日だから、頑張るんじゃない？はい。二人で頑張るみたいな感じじゃないんで、スタンスは。お互い別々なんで。どうしてこんなに荒れてるの？あ、彼女が話しちゃうのは？うん、それは言っとくね。匿名さん。匿名さん。大事な話がある。匿名さん。匿名さんに大事な話があります。聞いてくれる？え？ドカノメちゃんがまたいつの日か5倍ありがとうございます。帰ってくるまでうちの絶対エースとして君臨してくれませんか？匿名さん、戻ってくるまで考えます。うん。ごめんね。重荷をさせて。一個ありがとう。ドカノメさんは許してくれる？許してくれないから、ミーコに投げて、ミーコに、約10万円投げて、ミーコが終わって、クルちゃんにも10万円投げて、20万円も投げたんだよ。で、俺にまたねって言っていなくなったんだよ。お嬢さんいらっしゃい。また楽しく配信？なんでそんな優しくするの俺に。裏切り者に。ありがとう、匿名さん。ありがとうね。
くるちゃんと復縁、いやくるちゃんじゃないけど、とかのめちゃんだけじゃないよ。なおいらっしゃい。レリちゃんも言っとくけどすごい人だから、そう、レリちゃんだけじゃない、みんなに、みんなだよ。そういうね、爆投げの人に目が行きがちだけど、みんなに申し訳ないと思って同じように思ってる。ニコありがとうございます。で、レリちゃんもドカノメちゃんもガチ恋じゃないから、リア充の人だから、そういう復縁したことで怒ってるわけじゃないんだ。みんなを騙そうとしたことに怒ってるんだ。あ、ココありがとう。あ、ありがとうね。ありがとうございます。うん、そう、レリちゃんすごいよ。お灸を泣きそうやんって泣いてるよ。しっかりしろよって言ったって。これはね、言い訳できないんで。これはどうしようもないです。一つでも言いたいのは、イベント最終日なんで、応援する人を応援しに行ったら、なんで俺に行ってくるの？応援したい人いないのかな、最終日に。いろんな配信者いるじゃん。で、最終日ってみんなやってるじゃん。なんでそこ行って応援してこないの？なんで俺のところをそうやってやってくるの？うん、ネトプリがいいんだったらネトプリの枠行けばいいじゃん。負ける姿が見たいから？どうだろうね？言っても。ゼロワンさん、残ってるゼロリスが、俺を負けさせるかな？どうだろうね？見物だね、それは。でも逃げずに、ちゃんと配信してるから、わかんないよ。しかも、叩かれないようにしようとしてないから、俺叩かれながらやるつもりなんで。頑張れ、ありがとうございます。あ、ありがとうね。けっちゃん。ありがとう。